野菜投げキッス、みんちゃんも明けおめありがとうございます。しょうさんに投げキッス。これさ、コメント読んでる途中なのにさ、なんかピッピッピッってさ下に連れ戻そうとするのね、やめてって。ピアさん投げキッス、ピアさん投げキッス、ハラさん投げキッス、アイさんハッピーバースデー、ハッピーニューイヤー、ありがとうございます。ハッピーハッピーバースデー。マルさんも秋山ありがとう。ジクジさん投げキッス、ギノミさんハッピーニューイヤー、ダさん秋山ありがとうございます。そう、開けました、開けちゃったんです。ついに浮かれてやがりますねって。みんなだってお正月だよ。終わったけど。うるすいさんに投げキス、アリさんおっしゃありがとうございます。きなこさんにも投げキス、キズさんにも投げキス、キャベツさんにも投げキス、竹原さんにも投げキス、ガムさんハッピーニューイヤー、竹原さんもありがとうございます。ハッピーニューイヤー。ブルスリーさんセンスありがとうございます。センス、センスがいいですねっていうことで、ショールームでは明けましておめでとうございます初配信でございます。うさぎ年、うさぎ、うさぎです。今日は確認投げキス、今日から仕事です、頑張れ。みんな仕事だよね、そろそろ気合と根性のレクイエム。ブテックさんあきおめ、みんちゃんもあきおめありがとうございます。うさぎです、何かと思った。かくんもあきおめありがとうございます。違う、ハッピーニューイヤーだ。竹原さんかわいい、ありがとうございます。かわちぃ、まるたん餅ありがとう。今年まだ私餅食べてない、危な、また食ってないって言っちゃいそう。餅食べてないんですよ、年々なんか餅に対するあれがなくなってしまってます。昔はね、お正月といえばもう餅餅餅みたいな感じだったんだけどね、今年はでもまあ特にバタバタしてたっていうのもあるかもしれないけど、お餅じゃなかったね。さっき食った餅。レクイエム。海さんは清めありがとうございます。餃子に投げキス。メガネは取るよ。しててもいいけどね。ちょっとだって。浮かれてるかなと思って上につけとくね、こんな感じ。こんばんはということで、まあ年も明けたということなんですけど、なんといっても昨日は単独ライブでした。ゼップ羽田という大舞台での単独ライブがございました。無事終わりました。楽しかったです。奥の三人投げキス。あ、見た、唐突にステージ外にボンボン投げた。そう、まあ、ソロコーナーっていうわけではないんですけど、まあソロコーナーですね。ソロコーナー何回、まあ、もちろんみんなでの曲もやりつつ、まあ、ちょっとした一人一人をフィーチャーするみたいな場面もあって、キャンちゃん星ありがとうございます。カーくん先生ありがとうございます。センスー、おじくじさんお疲れ様ありがとうございます。明けましておめでとう、お疲れ様でした。何から言えばいいかな、まあ、でもまずセットですね。以前ゼップ東京の時はもうセットがあったんですけど、こうなんか2階があるっていうのは多分初めてで、ゼップの東京の時はお立ち台だったんですよ。今回は2階があったので階段を何度も駆け上がったり降りたりしました。そう、オープニングもちょっといつもと違くて、いつものドンキの SE が流れてから、ちょっとかっこいい SE が流れる。アフガンキーイエーイ
ドゥン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 、ちょっとかっこいい感じで登場しました。みんなでこう一列に立ってこうやってフッヘッドゥンドゥン、手あげろって言ってないけど手あげろーわー、ドゥ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 、チチレンチチチチチチ、そのままユニゾンラインです。1曲目は7人体制初の曲のユニゾンラインですね。そう、今回かっこいい感じで登場しました。橋本くんさん、秋嫁さん、ありがとうございます。2階はモニター、2階の端と端に1個ずつあったスピーカー、モニターっていうんですか、がありました。最初はなかった予定だったんですけど、確かねつけてくれました。どんどんって感じで、まあちょっとカッコつけながら始まりまして、自己紹介もみんな気合い入ってましたね。ソロかっこよかった、ありがとうございます。ソロはなんかその、まあ、今回はすごく大きい会場で、まあ、いつも見てくださってる、応援してくださってる方が楽しみに来てくれるのもあると思うし、やっぱりほとんど2期のこと知らないよみたいな、そういう方からその友達を誘ってくれたりとかで、ほとんど初めましてみたいな方も多分いたと思うから、なんかそのソロコーナー的なもので、なんか一人一人の個性みたいなのをちょっとパフォーマンスでお届けできたらいいなみたいな感じのコーナーでした。年齢順、年齢加入順みたいな感じでやってたんですけど、ちなっちゃんさんだったらダンスとか、カジさん鼻リコーダーをパーとか、ちいこちゃんはちいこちゃんスペシャルでしたね。はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ、ひたすらはいどうぞ、可愛かったです、とっても。ゼップの皆さん、はいどうぞ、ゼップの皆さん、ゼップの皆さん、もうこの二言だけであのステージを支配できるのは多分ちいこちゃんだけです。ゼップの皆さん、ゼップの皆さんやりたくなっちゃいます。ほっちゃんはダンスカスタムに来ちゃう、ちょっとかっこいいところはありつつ、なんかそこはほーちゃんらしさを残したいみたいな感じで、なんかドゥン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 、ほーちゃん、はいかっこよくドゥン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 、ほーちゃん、はいほーちゃん、はいほーちゃん、ドゥク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 、ほーちゃんってやってました、あのリハの時に。かっこいいところはかっこよく、でもほーちゃんのところはほーちゃんで、先生が言ってました。ゆかさに投げキッス、昨日のライブめっちゃ楽しかったよ、ありがとう。ウサギだ、アバターがお揃いですね、嬉しいんだけど。リーさん、今日もありがとうございます。みどりさんにも投げキッス。ニーナちゃんラップでしたね、かっこよかったです。あ、ニーナちゃん、あの衣装チェンジがそのソロコーナーの間に行われてて、ニーナちゃんの衣装がなんていうんですか、ロングのズボン、ロングズボンっていうので、あのめっちゃかっこいいんですよ。でここなんかトップスはなんかなんていうんですか、革みたいな、あの蛇の皮剥き取ったみたいな素材のトップスで、かっこいいので登場してて、なんとかかんとか、なんとかかんとか、でででで、なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとかかんとか、クラップ聞かせな、カッ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 、ちょっと私がやるとかっこよく聞こえないと思うんですけど、これがめっちゃかっこよかったんですよ。ニーナちゃんがやるとかっこよかった。しまったんは君からギュッと手探りラビン牛のアカペラからの歌唱、
あれは感動ですね。アカペラがさ、でさ、グーリアビギューって思ってからさ、こう、はぁ、じゃーん、じゃじゃじゃんってイントロ流れ始めるの、あの流れはね、素晴らしい気かな、思いましたね。ボルテックさん、ナキス、明けおめ、ハローさん、マユさん、明けおめありがとうございます。明けまして、おめでとう。しおちゃん、衣装も可愛かったですね、あの、なんかどんぐりみたいなの頭乗ってて。めっちゃ可愛い、妖精みたいでした。シマちゃん衣装着るたびに思うね、ティンカーベルかな、緑じゃん。マジで新衣装着るたびに思う、どこの妖精さんかな、可愛かった。私はあの何ですか、ボンボン持ってチアダンスしてました。なんか私はそのソロを何やるかってなった時に、なんかダンスをやりましょうみたいな感じになって、最初はラッタンプイコをやろうか迷ってたんですよ。何個かその提案してこれしましょうみたいな感じだったんですけど、なんかちょっと合法で可愛くやりながら、私だったら側転とかしながらもいいんじゃないかみたいななって、それになりました。ラッタンプイコはなんで提案したかっていうと、その個性を出したいみたいなやつだったから、あ、じゃあ私はちょっとなんだろう、サイコパスって最近よく言われるから、ちょっと狂った感じの方がいいのかなって思ったけど、衣装もすごく可愛かったので、ゴフォーガールズでちょっといい感じのものが届けてたらいいなと。羽根さん、明けおめありがとうございます。あの Go for Girls は、 Go for Girls って2期の曲なんですけど、まあ、ライブでやるのはもうないですよ。それこそ8人体制でやったこと あったかな、7人体制ではやったことがないんですけど、8人体制ではやったかもしれないけど、そんなにいっぱいは絶対やってないんですよ。9人体制でやった記憶はすごくあるの。だから本当に久しぶりで、多分これ何の曲だろうって思った方もいると思うんですけど、2期の曲なのだよって。しかも声は私の声出した、あの2期の音源じゃなくて、私のねボイスをねでやらせていただきました。こんばんは、ラッタンブイコチャンス。ソロコーナーめっちゃ良かった、可愛かった、やだ照れちゃう。嬉しい。そう、ヘッドマイクつけてやりました、ヘッドセット。側転ね、あの普段はなかなかやることないんですけど、ちょっとこういうコーナーだったのでちょっとやらせていただきました。綺麗だった、嬉しい。こんばんは、アミちゃんのソロ曲かと思いました。違うんですよ。幻の曲その3ぐらいです。シケボーでも、あの曲はとっても高かったので歌うのが大変でした。そんな感じでソロコーナーもあって、新衣装でしたね。本当にこの前新衣装出たばっかじゃんってね思うやん。本当に大感謝ですよ。カリさんとの合同ライブが12月まあ中旬と下旬の間ぐらいにあったんですけど、で新衣装が出たばっかだったんですけど、また1月4日にこうやって新しい衣装出るってさ、すごいよね。今回もその衣装はちなちゃんさんが主になって、ニーナちゃんとかもこう一緒にあのあれをしてくれたんですけど、衣装さんもそうだし、あの二人も本当にこの時間がタイトな中いろいろやってくれて、すごいことですよ。だって1ヶ月も経ってないで新衣装出てから、そんな衣装作って
てもらえることあるのってなあ、ありがたいね。デニム衣装でしたね。どうしよう、みんなにも見せたいんだけど、この携帯にどこまで衣装が入ってるかな。やば、トナカイちゃうねん、これちゃうねん。まだ入ってないかな。あ、この携帯入ってるわ。どれを見せれば分かりやすいのだか。まずアミタはこんな感じ。デニムです、めっちゃ。なんかこのもう一個の衣装のお祭り衣装って言われてる衣装があるんですけど、これは結構その白を基調として、まあなんだろう、グループっぽいというか結構統一性のある衣装だったんですよ。これはそのソロコーナーが終わった後っていうのもあって、なんか一人一人のその衣装にもちょっと違いというか、全然一人一人が違う感じを出してもらいました。アミタ手に編み編みつけてるんですよっていう。スカートにヘアピンついてる。そう、このヘアピン実際に挟むことができて、挟めます、いろいろものを。みんちゃんかわいい、ありがとうございます。かわいい。みんなの写真もある。トゥ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 、これとかどうか。ちょっとちっちゃくて見にくいけど、ちいこちゃんとかもめっちゃめっちゃふわふわみたいな、こんこ。多分衣装の話は私に聞くより他の人から聞いた方が多分面白いことがいっぱい聞けると思うんですけど、ちなっちゃんさんとかね、私が勝手に説明させていただいちゃうと、なんか実はこの衣装の中にも可愛い系の人とかっこいい系の人が実は分かれてて、私かっこいい系だったんですよ。ちいこちゃんとしまちゃんとちなっちゃんさんはちょっと可愛い系のデニム衣装、私とかじいさんとニーナちゃんとほーちゃんはちょっとかっこいい系のやつみたいな感じで作ってもらってたの。私もちょっとなんか網網ついてたりとか、ちょっとかっこいいでしょ。個性出てるけど統一感もあってめっちゃ可愛い。うれちい子ちゃんだ。そう、足にもねモコモコついてる私。いいでしょこれ、めっちゃかわいい。獣っぽい。カジーさんは本当はもうちょっとあのモコモコが少なかったんですけど、確かね修正が入ってこうなりました。そう、そういうのもねいろいろ調節してくれたりしたんですよ、人に合わせて。そう、これめっちゃ言われました、その足のモコモコ、なんて言うんですか、ブロディさん。誰？プロレスラーの方なんですけど、の衣装とこの足のモコモコが似てるって特典会でめっちゃ言われたの。でも私このね足のモコモコ結構好きなんですよね。ちいこちゃんはこの衣装で会場入りした違和感はないですけどね、可愛いの似合いますから。ちいこちゃん多分誰よりもモコモコしてるんじゃない、肩もモコモコだし、足までモコモコついてるから。
やっぱ言う人いたか、もしかして言うか言わないか迷ってたんじゃない、その書き方は。首元のタートル、首元どんなだっけね。どれが分かりやすいかな。あ、これちょっと顔近いけど、まあいいや。確かに首元タートルって言うんですか、これ、こんな感じ。オレンジ、こんな感じでございました。新衣装もめちゃくちゃ可愛いですけど、かわさん可愛い、ありがとうございます。ちなみにこの耳のイヤリングは森ちゃんの手作りです。お花、お花つけてくれた。そんな感じでしたね。衣装かわいいでしょ。衣装の写真とかはきっとまた多分いっぱい載せると思うので、 SNS とか楽しみにしててください。衣装もですけど、新衣装もあったし、新曲もそう、新曲もあったんですよ。ダンダンダンっていう新曲です。ドンキじゃないよ、ダンダンダン。この新曲はもともと披露できる予定じゃなかったというか、予定になかったんですけど、今回はお祭りモチーフの公演っていうのもあって、その私たちがやりたいねって言ってたのを曲を作ってくださる道友さんだったり、いろんな方が叶えてくれたおかげでここに間に合ったって感じです。どん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 、サビも今日ランド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 ンハニーホーヘッド、めっちゃどんどん言ってんですよ。もっとキー高いけど今日ランドンドンもっとめでたくね、そうどんどん言ってるっていうので、実は結構メンバーがこれに関してネタバレを多くしてました。この曲を披露する前なんですけど、結構いろんな配信とかでなんか最近やたらとどんどん言ってるなって思った人いなかったかな。なんかそう、なんかどんどんゲームしようとか言って、結構なんかどん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 言ってたのよ。実はこれのね、匂わせだったんだよっていう。あとなんかどん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 頑張っていきましょうとか言うと、どん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 みたいなのもちょっと匂わせだったやつ。いやでも気づかないよね。でもね、ちょっとこっちはさ、ずっと知ってたからさ、ね、めっちゃどんどん言うじゃん、めっちゃどんどん言うじゃん。って感じでした。まだ多分ツイキャスのアーカイブがゲットできると思うので、音源とか出てないから今聞けるのは多分そこだけなので、ぜひ聞いてほしいんですけど、どんどんどん。私この曲歌ってないんですよ今回。何ですか、いただいたパートがラップパートとセリフパートだったんですよ。ラップです、ラップ見た、念願のラップパートいただきました。これが偶然か必然か分かりませんが、ポンポンポン。だから歌の歌割りじゃなかったです、ラップとセリフ。EP には入ります。そう、2月、今月の、嘘だよ、今年の2月22日に EP 版を発売させていただくんですけど、セカンド EP、 この中には含まれてます。なのでそのうち聴けると思います。
みんちゃん花ありがとうございます。花束念願でしたよ。でも私はレコーディングをした時からちょっと自分じゃないだろうなってすごく思ってたので、まさかまさかでした。何が緊張するって、ニーナちゃんの後の歌ありだったのでめっちゃ緊張しました。ラッパーの後みたいな、なんか滑舌良かったって。え、本当に滑舌が良いとかある？嬉しい。私といえば滑舌悪いみたいなイメージだから、個人的にはラップパートをいただきました。嬉しい。いつものアビラップのせいか。どんどんどん振り付けをちなっちゃんさんがしてくださって、まあ、これもまた時間ない中で作ってくださって、でもすごいいい振り付けです。上からセンスのところとか日本っぽい、サビはどんどん言ってるからずっと太鼓を叩いてるんですよ。ドランド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 ンハニホヘッド、将来どんどんもっとめでたくね。あとわわわえばユーチューズっていうとこがあるんですけど、わっえばユーチューズなんだけど、そこがめっちゃユーチューズが YouTube に聞こえるっていうことで、あのヒカキンさんのなんかブンブンハロー YouTube っていう動きがあるんですけど、これがそのまま振りになってます。 Whatever you choose。 YouTube じゃないよ、 YouTube だよ。マルタン先生ありがとうございます。結構こういう振り付けも書いてて、めっちゃその日本っぽいというかお祭りっぽいというか、最高、昨日最高、今日ももちろんな、アミさんこんばんは、イエーイ。2日で仕上げた、あのその普段振り入れを先生方からしていただく時もなかなか2日で仕上げるっていうのは多分少なくて、本当にその他のスケジュールもある中だったので、素敵な振り付けをいつもありがとうございますという気持ちでいっぱいです。知った上で。しかもその YouTube じゃない、 YouTube は歌ありによってやる人やらない人がいいんですけど、私は全部やってます。全 YouTube、薄担いでライブ行った方がいい。え、来て、逆に薄担いで来てくれんの？そんなことが可能なのか。でもすごかったです。本当に空き時間とかにこう振り付けをまだ考えてる途中でもうなんかふって思いついて踊り出すんですよ、ちなっちゃんさんが。あ、こういうのどうみたいな、え、めっちゃいいですね。あんなにポンポコポンポコそうアイデアが浮かんでくるのが本当にすごいと思います。ラップパートはすごく嬉しかったですし、あと、まあ、でもラップもすごい早いし、セリフパートもめっちゃ早いんですよ。すごい長くて早いのだからすごい難しかったです。噛みまくり上げる。こう2期の曲のセリフだとなんか一言ポンって入るみたいな、少し怖いとか、あと何があったか、輝きたいとかだったから、すごい長いの。
そうは言っても厳しいことばっかだ。楽観的な願いのほとんどは絵空事だと、諦めから始まる未来があると歌わなきゃならない。狂乱の投資主義はとっくの昔に終わりで、それでも歩く踊るやめないんだよ。ここは私のパートじゃないんですけど、ここのパート半分ぐらいにあって2人でやってるんですけど、めっちゃ長いロングロング、こんなのないよ、すごい噛みまくった大変でした。人のパートちなっちゃんさんのパート、どんな日も素敵なんですけど、昨日のゼップ羽田のちなっちゃんさんのセリフパートが最高すぎたので、あのアーカイブをもう一回見てほしいです。やめないんだよって、なんかもうああああ私隣にいたんですよ、めっちゃいいって思いながら、すごい、なんて言うんだろ う、聞いてもらわなきゃ分かんないけど、すごいすごい、やめないんだよ、震えた、え、でしょ、すごい、なんか私が自慢気に言ってごめんなさいって感じなんだけどさ、そう、素敵でしたね本当に。インパクトすごかったです。ライフイズビューティフル、叫ぶような感じの、いや素晴らしいですよね。ちなっちゃんさんは最後のパートもめっちゃかっこよいです。切に Going my way to the sky ってとこがあるんですよ、最後に、うわーうわー、もう決まってますねって、素敵なパートでございます。カジーさん、なんかこういう曲がすごい似合いますよね、カジーさんのこの声というか、落ちサビもですし、締めはカジーさんのセリフパートで締めなんですよ。セリフパートで締まる歌っていうのもね、なかなか2期ではないと思うんですけど、空の模様なんて気にせずに自分の絵描く、シュンって終わるんです。シーユーも、あ、確かに、ありがとう、どういたしまして、確かに、カジーさんとアミダさんやない、俺たちのありがとうもしさ、なんか今回そう、あ、ツアーの発表とかもされたんですよ、ちょっと話飛んじゃうんですけど、今回3月の5日からメンバーの地元プラス名古屋大阪っていうすごい大きいツアーを発表されたんですけど、コールが OK なんですよ、コール OK ツアーみたいな感じで、すごい嬉しいお知らせなんですけど、シーユーだけどうなるんだね、ちいこちゃんのありがとう、これも一番締めのパートなんですけど、今ならあなた言えるよ、ありがとう、どういたしましてってなるのかな、わかんないわかんないよ普通に拍手か、拍手かな、ありがとう、俺もは違うやん、ありがとう、そんなことないよも違うやん、ありがとう、どういたしましてどうなるんですかね、これはもう皆さんの選択次第だと思うんですけど、あなたが決めれば公式やめて、ダメだよ、私は否定も肯定もしない。
おお、ありがとう。おお。拍手かな。私は拍手って言っとくね。私これが原因で叫び始めたら怖いじゃん。私は拍手がいいと思って言っておきます。あ、可愛いが溢れる感じ、いいね、ありがとう。可愛い、あのちょっとあの息漏れる感じね。可愛い、可愛い、これならありじゃない。なんか叫ぶってさ、時によってすごいさ、なんだろう、ちょっと怖くなっちゃう時あるかもしれないじゃん。怖くなっちゃう、あの威圧的になっちゃうかもしれないじゃん。そのコールが生きる時もあるし、あの怒る時に大声出すと怖いみたいなにはなりたくないから。どういたしまして。どういたしまして。いや、かわいい、かわいいんだけど。なんでもツアーも楽しみですね。どん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 、いっぱいね、披露する場所があるといいですね。お祭り曲、それこそタイ、2月にはタイとかもあるからさ、ちょっと日本っぽい曲よくないですか。どん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 、ね、本当に楽しかったです。あとあのお花を、多分ファンの方だと思うんですけど、外にね、すごいすごい花があったんですよ。かな、これすごくない？ちょっと見て、見切れそうだけど、なんかにきちゃん盛り上げ隊さんからすごい花をいただきました、ありがとうございます。なんか私はこの花を会場入りして割とすぐ、なんかするついでに見つけてしまったんですよ。何しに行ったのか忘れちゃったんだけど、もう花の印象が強すぎて何しに行ったか忘れちゃったんですけど、なんかしに行って、なんかたまたま外出ちゃったの。たまたま外出たらなんかあったんですよ、そこに花が。ええ、これうちらの花、いや違うか、こんなうち違うかって言いながら近づいたら、花やん。ちょっとまだ準備前だったんですけど、記念撮影とかしちゃいましたね。え、すごい可愛いものをいただいて、盛り上げ隊の皆様ということで、何ですか、こう直接ありがとうございますが言えないのですが、ここで届いてたらいいなと、ということで本当にね、ありがとうございますと伝えたいです。すごい、だって花もこんなね、だって見て、緑の花とかあるよ。緑の花ってあるんだねって。すごいよ、ここに。だって私ちゃんとミンタくん持ってるよ。そう、くまりさんとオンコロライブさんからもお花いただきまして、みんちゃんハートありがとうございます。すごく嬉しいです。やっぱそのこのライブに向けていろいろ私たちもリハーサルとかをねやらせていただいたけど、こうやってその
ファンの方とか関係者の方にもこのライブのためにってお花とか準備してもらえるのってやっぱすごく嬉しいことだからね、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。私もこういう顔になりたい。このイラストの見てめっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛く描いてくれました。私もこういう顔になりたい。ドゥ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 。発声練習が外に聞こえた。本当に照れてる。うん、まあでも本当に楽しかったですけど、1年の始まりのライブ、まあ楽しい幸せな気持ちとは別にやっぱりいろいろあこういうとこ頑張らなきゃなっていうのところもやっぱりたくさん見つかったりしたり、まだまだ乗り越えなきゃいけない壁は多いとは思いますが、まだ2023年も始まったばかりだし、ここからこのライブも経てからまた一個一個のライブ大切に今年一年も活動してって、なんか大きいものにつなげていったらいいなと思うので、これからもどうぞよろしくお願いします。昨日のアミタもめっちゃ可愛かった。ありがとうございます。泣いちゃう泣いちゃう。そんな褒めてくれるなんて泣いちゃうよ。目が実物より、でも実際実物大に私の目描いたらマジでなくなっちゃうからね。大きく描いてもらってもなんぼですよ。行ってよかったって思ってくれてたら本当に嬉しいです。こんなさあ、みんなだってもうツイッターのトレンドとかも何仕事始めみたいな感じやんきっと。そういう中ね、もしかしたら1月4日貴重な休みだったかもしれないっていう人もいるかもしれないし、お仕事休んできたとか急いできたよとか、へっいろんな方いると思うんですけど、やっぱそんな中での貴重なみんなの時間をいただいてのライブだったので、そう思って帰ってってくれてたら本当に嬉しいです。木の目さん、ミラーボールありがとうございます。プルルル、今日から明日になっても構わずこうして踊りましょう。限定品数ハイランラン、インスタ映えしてゴーダンスゴーダンスゴーダンス。ファンキージャンレイバー、声上げな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 。ファンシーでヘイバー、声上げな声上げな声上げな。ダラダラ、とんでもないことばかの器用、クレイジーに毒ついて怪我にダンス。本当にこの新曲大好きです。そんな感じでニクラさんが戻ってきました。クレイジーに毒づいて境外にダンスだよ。クレイジーに毒づいて境外にダンス。みんちゃん、おっぱありがとうございます。おんぷおんぷ。え？境外。境外です。形に骸骨の骸って書いて。
形骸。初動は言語を失ったペーパーレジにとっついて形骸にダンス。本当のことを言うのなら全部やめても何も変わらない。形骸化の形骸、これです。これ、この形骸、形に骸骨。幸せの半径でうるっときて、幸せの半径嬉しいです。幸せの半径ってやっぱ感動的な歌のイメージが私はあるんですけど、それこそなんかゼップとか川崎のとかの幸せの半径とはまた今回のは何だろう、意味合いが違かったりして、今までの幸せの半径って結構なんかこのここまで来た、ここまで来れてよかったみたいな、なんかこの今の幸せをかみしめるみたいな歌の意味合いだったりしたんですけども、私たちにとってはそれが今回はあのなんだろう、すごい遠い未来を見据えてというか、あの立ち止まっているのではなく、もっと この形で頑張っていこうっていう意味合いだったりもしましたっていう、実はね。アミタにしてはよく読めた歌の歌詞やからね。今回はでもあの歌詞を読み解くの難しかったです。難しい字がいっぱい出てくるって。その時々で進化する曲、前に歌った時はもうこういうイメージだった。幸せだなみたいな。でも今回はあーっていうイメージちょっと変えにくいかもしれないけど、結構私たちの中ではそういう気持ちがあったりしました。まあ、でも幸せの半径からの Life is Beautiful からの夏めぐていうか、 Life is Beautiful 配信開始されたんですけど、サブスクでいっぱい聴けるんですけど、あの曲は本当にいい曲です。素晴らしく。あなたの笑顔を守りたい、あなたに会いたい、嫌なことあった夜は美味しいものを食べたい。本当に本当にいい曲あれは。私はもうすごく落ち込むことがあったらサブスクで聴きまくろうと思いますよ。もろもろと泣きキスあげちゃいます。泣きキス。配信開始もされましたし、なんかこの曲でいっぱいパワーをお届けできればと思うので、ぜひいっぱい聴いてください。夏めぐは季節関係ない。2期の夏めぐはもう一年中夏めぐですね。夏曲ではあるんだけど、なんかイメージとしてはライブで熱くなるみたいなイメージの曲だったりもすると思う。またね、こうやって夏めぐもこう1年歌い継いできましたけど、どんどんねまた夏が巡って近づいてきてますよっていう。2番のところのアミタの歌詞、誰かさんの答えまで後から
乗っかってないか。いいよね、歌詞が本当に素敵な曲。何回も涙出そうになった。私が拭いてあげる。クシ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 ク。二学期サマーは夏曲。夏に多く現れる曲です。でも二学期サマーもすごい楽しい曲だから結構引きずります。まあ、夏曲、まあ、サマーではあるけど2学期でもあるんだけど、結構冬前ぐらいまで歌ったりしてる。楽しい曲なんですよね。あと対バンとかだと振り付けも初めましての人一緒にやりやすいかなっていうことで結構当選することが多い曲なので、夏から冬にかけて多く現れる2学期サマー。新曲3曲でもまだ新しい曲があるんですよ。その2月22日に発売する EP 版の中に親友だけ Life is Beautiful とどんどんどん昨日公開されたばっか、この3曲はもう入ることが決まってるんですけど、あと2曲はまだどこにも出てないんですよ。1曲はねもう私たちは何か知ってるんですけど、もう1曲はまだね、まだこれからって感じです。実はもう音源はいただいてたりするんですけど、これからいろいろその曲を仕上げていくみたいな感じなんで面白い EP になりそうです。アミちゃんバンダーのそんなバナナ5曲の中にアミちゃんワンダーランド入ったらそれはもう強すぎますよ。生まれしジャパン、生まれしジャパン、生まれしジャパンか。親友好きすぎて5億回ぐらい再生してる。本当に？じゃあ今あれだ、 MV の再生回数5億回で急上昇1位になってる。やべえよ、やばいぜ、革命が起きたね。そう、親友だけも昨日 MV 公開されたばっかなんで、ぜひ見てください。なんか結構そのメンバーがさ遠くを見つめてさエモいみたいなカットも多い中で、ちょっとダンスカットはなんだろう、シュールっていう方が合ってるのかわかんないけど、ちょっとそういった感じに仕上がってて癖になるミュージックビデオにしていただけたんじゃないかなと思います。 See you だけ懐かしいです。 MV カット、 MV カットじゃない、 MV 撮影いつだったかな、すっごい寒かった思い出がある。みんな真顔、そう真顔で踊ってください。めっちゃ真顔踊りました。なんかね撮影場所がねおばあちゃん家みたいでした。家和風のお家の中で撮影だったんですけど、みんなでこうちゃぶ台を囲んでさ休憩とかしてるとさ、あれ実家に帰ってきたのかなみたいな、私ここ実家なんだけど、なんか孫が帰ってきたみたいな感じ。ハウススタジオってやつなのかな、民泊してない。バルさんに投げキス。
すごいね、味のあるスタジオ。ナチメグの MV とはちょっと違うかな。なんだろう、季節感もあるのかもしれないけど、曲のイメージとちょっと違ったところ。あー確かに、私も最初 See You の MV どんな感じになるんだろうって考えた時に、あのスターリーウィンクみたいなイメージだったから、確かにそれとはちょっと違うかもしれないね。映ってるところ以外あんな感じなのかに行くわけここはね、ここはなんかちょっと違うけどね、実はめっちゃ畳とかね、超フローリングで、うちは床暖とかついてないけど、すっごいフローディングです。フローディングなんだフローディングって、フローリング。あーせめてせめてね、せめて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 ね、 MV 撮影はあれは結構でもほとんどスタジオで撮りましたね。せめてせめての MV 撮影は寂しかった思い出があります。なんかそのスタジオでカットを撮り終えた後に、その外のカットを撮りに行った人がいるんですけど、私はちょっと心的に外のカットがなくて、みんなと先にお別れしたんですよ。ちょっと寂しかったねあれ、あ私終わりかってそうあれもねいいよね、せめてせめて。曲も好きだけど、フローリングは掃除が楽。え、畳ってさなんか違うの？あでもあれか、畳だからなんか隙間になんかゴミ入ると取れないみたいな感じなのかな。住宅街を走り回ってるイメージ。ああ駆け抜けるだもんね。駆け抜ける駆け抜けるしかなかった僕は、新しい君の背を見て。音源も何気に MV 初公開、サブスクとかなかったもんね。そう、あのちいこちゃんのありがとうが本当にもうどういたしましてと言いたくなるありがとうなんですよ。駆け抜ける駆け抜ける、なんであの時言えなかったんだ。やばい、風の引き始めに速攻。あ、ここも好きです。もういない、素晴らしい伸ばし。ありがとう。ありがとう。もうそんなことちいこちゃんに言われたら、そりゃもう、ね、全然何もしてないけど、もうどういたしましてなるよな。素晴らしいです本当に。ライブと音源結構違った。音源の方がこう、
まあでも確かに曲によると思うけど、 See You は音源とライブの感じ結構違うかもしんないね。なんて言うんだろう、機械的までいかないけど、ここ好きなの。はー、これもライブだとあんま聞こえないかもしれないけど、はー、あのこのサビの後ろにめっちゃ息の走ってるから、入ってるの。これも音源の方が聞きやすいと思う。走ってるんですよ。私はこれが全然レコーディングでうまくできなかったよって。本当に走ればよかったね。もう一個親友だけはあの息の音があるんですよ。これをあのライブで綺麗にできるほーちゃんすごいと思います。本当にだってはーだよ、はー。あいちゃんならうさぎちゃん、はぁ、あ、やだ。めっちゃここ大事なとこなのに、ダンスもめっちゃかっこよくて、はぁ、あ、そうだった。私踊るからすぐ。ダメだよ絶対。ダメだからね、理由で期待しないで。しかも私全然関係ないフォーメーションにいるのにさ、絶対邪魔やって。絶対邪魔やん。はぁで思い出したけど、見てこれ、今日配布されたばっかのステッカーを母ちゃんがゲットしてくれました。私はもう外に出る気力なんていうの、体力もなかったからさ、家でめっちゃゴロゴロしてたんですよ。ごめんね、なんか母ちゃんがゲットしてくれました。お菓子何個買うともらえるみたいなやつ。これがこの規制を走るウサギっていうキャラクターなんですけど、嬉しい。セブンイレブンだった気がする。エリカちゃんハートありがとう。ハートプリンセスカワイラとじゃキャワ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 。今年の主役、そうウサギ年だからね、最高じゃん。同じのゲットした、イエーイ。今からセブン行ってゲットして、2個あるから1個あげるよ。もう揃いにしよう。これあれだから、まやさんの分だから、うちに置いとくね。あいたのエマが欲しかった、あるよ。うちに置いとく。
あれはじゃあバナッチさんのエマにしとくから。2枚買ったけどちっこちゃんキャワキャワですね。それはジェップグッズね。みんなゲットしてくれたかな。いろんなグッズ出てましたけど、トートバッグが進化してたって。ちっちゃいポッケとなんかちっちゃいこういうのがついてて、キーホルダーとかつけられるみたいな。エリカちゃんラブリー、ミンちゃんもラブリー、ありがとうございます。ラブだね。ランダムでちいこちゃん出たらありがとうって言ってくる。でもちいこちゃんってなんでかわかんないけどさ、すごいありがとうのイメージ強いよね。なんかシーユーがあの発表される前からなんかちいこちゃんってありがとうのセリフじゃない印象強くないですか。そんなことないのかな。ありがとう。昨日エマとポートレットめっちゃ固まってて、同じメンバーの2連とか分かった。なんてこった。でもランダムあるよね、たまにそういうこと。すごい買ったのにあれ全部同じ人やないみたいな。シャッフルするしか。アミタだったらなんていう。プルル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 。アミタデザイントートバッグ、アミタデザインしてさ欲しいのかな。今回しまちゃんのバッグがめっちゃ可愛かったんですよ。私がトートバッグをデザインするならあんま絵は描きません。描けないから文字だけとかに、すごいあの細くて弱そうな文字で、あのこうプルプルした文字でなんか書きたいですか。こうプル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 っていうトートバッグにしたら誰かゲットしてくれる。やっぱこの世はさ需要と供給だからさ、需要がないと。一応ゲットちょっと使えないかなって思いつつもゲットしてくれる野菜パターン、優しいパターンです。あいたちゃんね大好き、本当に泣いちゃうよそんな。弱そうな絵しか描かないから私、一定の需要心配だな。心配ないさ。なんかもう学校の授業とかさ正直全然覚えてないけどさ、需要と供給めっちゃ覚えてる。あと五音と方向なんかこういうのばっか覚えてんだよね。なんかこのなんだろう全体的なさ、このなんだろう世界の仕組みみたいな。会社とかもやっぱそういうのがあって成り立ってるやみたいな、なぜかわかんないけど覚えてる。鎌倉殿、鎌倉大義語が好き。そうなのかな。ミンタ師範が杖ついてプルプルしてる絵だったら欲しい。プルプルしてる絵、プルルドン、どん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 
全部自分で決めれたら、アジサイよりも美しく咲けるのさ。キャラどん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 ハニーホーヘッド、将来どんどんもっとめでたくね。キャラどん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 チリヌルを千脚バレー、 Whatever you choose、 需要と供給はこれから一番役に立つよ。アイドルにおいてもなんかちょっとあれだね。なんかちょっとでもね苦しいね、堅苦しいというか、もっとラフに行きたい。需要と供給ってちょっとアミタを供給してください。一家に一台的な、いらないの、一家に、わかんないよ、すごい世話好きな人がいるかもしれない。なるほど、ね、そう、私はね多分すごい世話好きな人じゃないと一家に一台入れないと思う。本当に何もしません私。みんなさん、おしゃれありがとうございます。保管用にもう一つ、本当に2人ってこと、大変だよ、保管するのにも世話かかるからね。一家に一台ならしまちゃんがいい。あー、癒される系ね。実際に一家に一台が一番似合うメンバーってさ誰なんだろう。まあでも私じゃなければ誰でもいける気もするけどね。私が多分一番めんどくさいと思う、あのなんだろう、世話をするという面で。夜中騒ぎ出すし、昼とか全然起きないし、あのご飯とかはでもお腹減るとあの機嫌悪くなっちゃうから、ちゃんと食べさせないとダメだし、あの赤ちゃんあの子育てって感じ子育てに自信がある方にはぜひおすすめします。夜騒ぐで、夜泣きするで。育てます、本当にたまごっち大変だと思うよ、我ながら。寝ないし全然ね、寝てほしい時にちっちゃい時可愛かったのに、おかげで母ちゃん寝不足よってい。やでもほうちゃんは一家に一台ってなったらなんかすごい、そう、なんか料理もできるし、多分家事とかも器用にできるし、ほうちゃんって多分さ天真爛漫なイメージ強いけど、天真爛漫だけどできるんですよ、そういうことが、料理とかも。あみちゃん料理すると危ないし、そうだから天真爛漫で料理とか何でもできるか、私は何人も基本的には喋らないけどあの料理も何もできないかみたいな圧倒的役に立たない、ただ夜中騒ぎ出すっていう最悪かなってそうなんですよ。家事とかやるそこまで分かんないけど、でも多分なんだろう、部屋の掃除とか好きそうだなって思う、ほうちゃん。
の迷惑。いやでも分かんないじゃん、すごいさ、もしかしたらこの世にさいるかもしんないじゃん、その人のお世話をすることが好きですみたいな。もしそういう人がいたらアミタが行きます。あ、ゲームの相手してほしい。ゲームの相手いいよ。まあでも言うてアミタゲーム上手じゃないけど、好きなの。そう、相手はいくらでもします。でも同じチームになっても役には立ちません。なんで、何なら役に立つの。ねえ、でもそれ思う、私何なら役に立つと思う、逆に。アミ、うん、なんか役に立てること欲しいよね、人の役に立てること。頑張ろう誰かのために、頑張ろう自分のために、ただ精一杯力の限り選んだこの道を進んでいこう。ハイラヤードド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 。雨上がりサンシャイン見上げて、まっさらな朝に全ステーション。え、かわいい、これかわいくない。かかと踏んづけた靴履いたら、思い切って飛び出そう、見慣れた自分、昨日の自分にグッバイ。勇気はきっと今日のためにあるんだ。耳ね、もう一個あるよ、二個だったわ。メガネもいっぱいある。一度鳴り始めたリズムは誰かが止められるほどヤバじゃないさ。おいしょ。踊れ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 、生きてるんだから踊れ。Everybody stand up。 すごいガタガタ言ってない？ネバカナスタンフォーエバーヤン、僕たちは今でも少年少女。人生も経験も夢があるならこれからさ、ネガネバギビニナフォーエバーヤン。遅すぎる春なんてない、素敵に抗え、浮かれていいじゃん、誰だってフォーエバーなよ。 Everybodyの立ち位置だったり、身の程とか身の丈ははみ出すために設定されての。昨日さ、え終わったの？何が歌え、聞きたい？いや別に。かっちゃんにさあげたやん、なんだっけ、ウェハース、ポケモンウェハースをさ開けたらルカリオが出た。ルカリオってなかなかレアじゃない？そんなことないの？私の生きてる時代ではレアだったよ。ちなみにリザードンとストリンダーも持ってる。みんなびっくりしちゃってるじゃん。何？話変わりすぎてみんなびっくりしたキラキラしてて見えない、やばい、アミタの輝きに目がくらんでるって。楽天カードも今楽天カードでお買い物するとポイント20倍ついてくる。あ、ダイパではレアだったんだ。あー、ダイヤモンドパールね。
その時代でした。もうレアじゃないの？ルカリオ、リザードもいるよ。じゃキラキラしちゃって多分カードが見えないんだよ。じゃなくて、ん？光っちゃってカードが見えない。うん。じゃあもうレアじゃないのか。急に沈む。え、これはストリンダ。私これストリンダ初めて見たんだけど、どうやったら見えるのかな。関係ない、これ手とか。モヒカンみたいな。あ、そう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 、ストリンダ。当たり前のようにリオル出る。ハイの姿、うん、ハイの姿。え、ローな姿もあるってこと？ストリンダかっこハイな姿って書いてあるの。このハイっていうのはさ、テンションが高い的な。すごいなんか仁王立ちで威嚇してきてんの、こういう感じで。ハイな姿。え、じゃあローな姿だとすごいやる気ないのかな。でーん、アルマジキアルマジロさん、アルマジキアルマジロさん、アルマジキアルマジロさん、なんか久しぶりじゃないですか。アルマジキアルマジロハッピーニューイヤー、ありがとうございます。ハッピーハッピーバースデー、ハッピーハッピーバースデー、ケーキを食べよう。ローの姿はどんよりして、そうなの？そうなんだ、気分屋さんなんだね。砂漠の民？性格によってハイな姿がある。そういうこと？一つの個体なんじゃなくて、たくさんいるこのなんだっけ、ストリンダーが100匹いたとしたら、もともとハイで生まれてきたやつ方とローで生まれてきた方がいるってことが。陰キャと陽キャ的なね。私はローだよ。私がストリンダーに生まれてきてたら間違いなくローストリンダーでした。その格好でローストリンダーだってなんか美味しそう。ローストビーフかな。このニクラさん、電車にいたらハイでもローでも怖い。それはもうハイ&ローなんですよね。今見た目めっちゃハイだよ。そう、きっかけによらないってそういうことなんだよね。私だって全然ハイじゃないよ。普通、いたって普通、そうそうって感じ。ローストビーフも美味しいけどさ、ローストポーク好きなんだよね。私実はティフの、あのケータリングのご飯でいただくローストポーク丼っていうやつがあるんですけど、ティフはなんか4種類ぐらいの中から1個好きなものを選ばせてもらえるんですよ。私は毎年ローストポークを選んでます。お腹減ってきちゃった。さっき食べたのに。食べ物の話は厳禁ですね。画質悪くなってきた。私のせいじゃないよ。電波のせいです。晩ご飯は刺身でした。刺身。どうしよう、この気持ち。私はついに食べるのか、お餅。変な電波出てる？出てないよ。でも最近静電気多い。バチ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 、近いと認識できる。じゃあ、あなたの近くに、あなたの近くにいますよ。ループしてる？ループしてない。多分。
わかんない。ループしてる、ループしてない。アルマジキ、アルマジロさん、餅ありがとうございます。餅しか、餅餅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 餅ね。醤油餅が好きです。磯辺餅。どうしよう。何を、うん、今年お餅食べるかどうか。早く食べないとなくなっちゃうでしょ。なんかあの切り餅の袋を買ってあるんですよ、うちに。でもうちは今お餅を食べる人が父ちゃんしかいなくて、だから多分父ちゃんが食べ終わったら終わりだと思うんですよ。今年まだ餅食べてない。もう一個あるよ。え、何が、袋が、袋が。でもさ、それ終わったらもう追加購入しないでしょ。食べたかったら買えばいいじゃん。確かにね。そばにいたいよ君のために。私その曲一番から歌える。ダダ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 。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに。ちゃっちゃ、自分より悲しむから。辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が、二人なら宝物になる。じゃんじゃんじゃん。そばにいたいよ君のために。できることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりの家。これからは僕も届けていきたい本当の幸せに気づいたから。その曲好き。曲名出てこないけど、うん、私は分かんない。なんだっけ。絶対知ってる、言わないでね。 I know。 ひまわりの約束です。めっちゃ飛んだ電波。私のせいじゃないよ。なんかすごい、私がなんかあの電波乱してるみたいなあれだけど、違うからね。電波が勝手に乱れてるだけです。私の美しさに耐えられなくなって勝手に乱れてるのは電波の方ですよ。あんたの方よって言ってやりましょう。おべさんパレットで、みちゃんもパレット、マルタンペンラートありがとうございます。電波ちょっと Wi-Fi 切ってもいい？もういいわよって。 Wi-Fi には頼らない、私は。変な電波って、もう大丈夫だと思う多分、わかんないけど。美しいのは罪ね。髪が後退しているのではない、私が前進しているのだ。そうだよ、すべて良い方に考えるので。歌ってたとこからループしてて、気づかず見てた。ずっとアミタが熱唱してたって、恥ずかしいじゃないですの。しかも同じとこだけでしょ。どうしてどうして君が泣くの、まだ君が泣くの、まだ君が泣くの、
まだどうして君が泣くの。こういう感じでしょ。今のはループしてないです。今のは再現。一生泣き止まない。電波も時間も乱れてる。さすがやっぱね、常識ってもんはね、あの乱していくもんなんですよ。そう、常識なんてぶち壊せって。多分これどっかの歌の歌詞であります。こういう歌詞あれだ。積み上げたものぶっ壊して世界を開くのは僕だ、全力でなんだ、涙もなんたたたた、僕らしかなんとか明日。そう、タイムリープ能力、それは東京リベンジャーズだよ。アニメ始まるんだか始まってるんだかねえ。さっきモニタリングでこういう企画やってました。こういう企画じゃないけど、なんかその有名な方が酔っ払いに紛れて突然すごい美しい歌声で歌い出すって。あれ何の曲だっけ。ロマン飛行、もう一個、君がいるだけ。あ、そう、なんとか君がいるだけで心が強くなれることを。まだモニタリングやってんのかな。もう終わっちゃったかな。さすがに9時だもんね。9時クジラ、え、まだやってる。10時までやってるよ。なんて言ったって超豪華3時間スペシャル、やばいね。これは熱いよ。え、でもクイズドレミファドンもやってる。モニタリング、モニタリング、モニタリングみたいな見てるけど、横にテレビがあるんですよ。次何かな。今 E タックの CM やってる。 E タックモニタリングに出てみたい。うん、仕掛け人がいいです。私は何事にも。スターリーのオケのアレンジが素晴らしかった。昨日なんかでもちょこちょこ、なんだろう、聞こえ方なのかな、ちょっといつも違う風に聞こえたものが何個かありました。結構その大きい会場で本当に音のこの、なんだろう、聞こえ方も違うから、その音のオケのいろんな、例えばなんだろう、楽器の音のバランスとかもすごいいろいろ調整してもらってたんですよ。本当に大感謝祭という感じです。テンテンテチャン、テンテンテン、テンテンテ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 テン。ライティングも神すぎて。ああいうのもすごいんですよ。もう本当に、なんでそうやってさ、人のいる場所にライトパッて当てれるのって本当にすごいよね。なんか何個かその実際にメンバーが立ち位置に立って調整してもらいながらつけてもらったライトもあるんですけど、もちろんそうじゃないのもいっぱいあったから、なんでここにこんなぴったりライト当てれるのみたいな。もうすごいよね。え、スターリーウィンクはでも私もう一生推してるから、ね、推し曲すぎる。
メンバーがライブすべて作ってるし、いやもうめっちゃ大変だと思いますよ。それこそね、私たちもその入り時間早かったですけど、それ以上に早い時間からいろんな人がこう会場入りしてさ、セット作ったりとか、あの調節、いろんなライトとか音とか流して調節したりしてるわけじゃないですか。あれはもう本当に一人じゃ絶対できないと思うし、すごい力ですよ、こんなたくさんの力が。それも実際にその作業してるとこ全てをさ、私たちがあの見れるわけじゃないじゃないですか。見てないところで本当にすごい壮大なものを進めていただいてるわけですから、本当にね、そう、全ての皆様に感謝と言いつつ、多分しきれてない部分っていうのはいっぱいあると思うので、それはね、なんか私たちが大きくなることで何か返せるものがあったらいいなと思います。カメラワークもすごかった、配信もあったし、カメラもねいっぱいありました。そのブルーレイの作成のこともありますし、本当にカメラもいっぱいあってね、わ、ファンにダブルサプライズだって。こういうモニタリングいいよね。私もさ、なんかそういうさ人になりたいこうさ、めっちゃ演奏してさ、こういうテレビの人ってさ、人前に立ってバッて現れたらさ、えぇ、ー、ってなるやん。すごいよね、バッて撮って気づかれなかったら嫌じゃん。いや、だってさ絶対わかんない、誰ってなるじゃん。それがさ、こういうテレビにいる人はさ、あのファンじゃなくてもわかるじゃん。え、テレビの人やん、すごいよね、こういうドッキリ。でもこのなんだろう、サプライズ系のドッキリってみんな幸せになるからいいよね。私本当に街に溶け込む自信があるんですよ。なんか結構他のメンバーとかがさ、外歩いてるとさ、あのメンバーでも分かるんですよ。なんだろう、ちょっと遠くに立ってても、あ、可愛い子いるなって思ったら、あれみたいなメンバーやみたいな私それが多分ね一番溶け込む自信あると思う。こうメンバーにも気づかれない自信があります。現場潜入とかしてみたい。あの2期のイベントじゃなくて、ちょっとその個人的なメンバーのリリーベとかがあった時に、こう後ろからこっそり潜入してみたい。2期のライブにさ、私客席にいても気づかれなそう。2期のライブでさ、どうよ、あのみんなに迷惑かかるから、違う、そういうそういうドッキリよ。カリさんのライブにスタッフでいたら分かんない。いや、スタッフはちょっとさ距離あるじゃん、ファン、あ、お客さん、すごい勝手ライブ見てんのかってあーやいあ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 い結構紛れ込める自信ある。でも私はあのそういうのを目標にしてる今。なんかその ZEP の自己紹介をリハーサルでやってた時に、あのボス直々からあの呼び出しをしていただいて、なんかそのもったいないって言われたんですよ。せっかくのこの ZEP の自己紹介なのに、もっとそのあなたの個性とか知ってもらえるものを出した方がいいんじゃないかって言っていただいたんですけど、
私はちょっと何が個性なのか自分の中で分かんなかったので、あのボスに私ってどんな人だと思いますかって聞いたら、なんかその一見なんだろう普通の女の子だけど、そのニークラミスとかあったりゲームやったらなんか最高なとこあったりとか、なんかそういういろんなところが際立ってていいと思うよっていうのを結構いろいろ長くお話をしていただいたので、そういうのを目指そうと思います。あの多分急にさ、あの絶景の美女とかにはなれなくとも、なんか掘り出し物みたいな掘り出し物だからあのゼップの自己紹介で、一見素朴な女の子でもゲーム始めればめっちゃ最高、でもアミタの笑顔は超最高、何が出てくるかわからないアベガニックはびっくり箱ってやりました。だからなんか普段そうしてるときは本当に素朴なままだけど素朴なままだけど、そのパフォーマンスとかした時にその出るパワーとかがすごいいいよねみたいな、ギャップですね、ギャップ。って思いました。どう？え、なんで？どう？アイドル界のびっくり箱やなんだっけ、宝石箱やそんな感じです。いいと思います、ありがとうございます。あなたのその一票が私の力になります。おうどうと言われても、うわー何これ、びっくり箱や。母ちゃんとのトーク面白い、本当に。じゃあ母ちゃんも連れてこな、あ母ちゃんも隣についてきてもらわないと。やだわ。アミタも宝石だよ、嬉しいですね。才能の原石どもよ、母ちゃんと二人羽織でどっちが羽織るか大事だよね。羽織るって何あれだね、二人羽織って顔と体だよね。何言ってるの。こういうことでしょ。それどういうこと。だからこっちは私の顔が出てるけど、この手とか動かしてる人は違う人ですよ。後ろからそうそうでしょ。母ちゃんジップ来た。うん。バオル、バオバオバオ。ハッピーオレンジ2倍。母ちゃんオレンジじゃないよ。私母ちゃん緑だと思ってる。あのもう結構前からね。なんだろう、持ってる桃とかなのかな。緑多いかも、ね。でしょ。あと緑好きですよ。あのミントグリーンとかみたいな好きじゃない。好きなのか、選ぶものが多いだけ。あ、だから好きなんじゃない、わかんない。好きじゃない。アミタは誰か招待したの。母ちゃんと父ちゃんとおばあちゃんと。母ちゃんの妹さんとおじいちゃん。でもこれでもお友達5人呼びましたからね。母ちゃんペンライト持ってきてなかったでしょ。え？持ってったよ。白いやつだ、うん、なんでオレンジじゃないって。
だって公式のやつだもん。なんでオレンジじゃないんだよ。これ。僕らは生きてるんだから、今を生きてるんだから、二度とない今日を踊れ、明日笑えるように、僕らは生きてるんだから、人を愛せるんだから、涙を流せるんだから、ここが今青春だ。色変えれるの欲しい、切実に。夢がでかくて重いなんて最高じゃないか、簡単に持てない代わりに壊れもしないぜ、大切なものはいつだって心に一つあればいい、一生懸命なあなたの明日に幸あれ。寿司三昧。え、これ寿司三昧なんですよ。明日にサーチあれ、振り付けが寿司三昧なんです。アニタ、アニタだって帰っちゃったもん、この前正月来たのに。帰りやがってよ。俺はいいやって言ってた。帰りやがって、お年玉だけ置いて。お年玉もらえたじゃん。お年玉だけ置いて帰りやがってよ。アミタってアイドルのオタク。ドリームファイブさんのライブは小さい頃よく行ってましたけど、それくらいですね。あとはオタクってほどじゃないですね。一緒のイベントでちょっと覗きに行かせていただくみたいなの結構ありますけど。ああ、原宿駅前パーティーズさん。お年玉もらっといて。なんかね、なんかお正月来てくれたからさって思うやん。あれだよ、私が仕事行ってる間にもういなくなってたよ、うちの兄ちゃん。ニキは来ないの？ニキ？ライブにってこと？一回だけ来たことあるの。ツアーの神奈川凱旋にお兄ちゃんが一回来たことある。なんでだろう？なんでだろう？特に多分大きい理由はなかったと思うんだけど。いたっけ？うん、いたよ。注意しちゃった。これで注意しちゃった。原宿駅前、そう、原宿の駅前にライブハウスみたいなのがあって、そこで定期的にライブしてるアイドルさんがいたんですよ。めっちゃ近いの、100人ぐらいかな、箱は。チケット当たんなかった。そう、全然チケット当たんなくて、でも100人ぐらいの箱で超近いの、3列とか4列とかしかないから、後ろの列でも超近いみたいな、こうランウェイみたいな席をこう囲んで超近かったです。もうこうやって指こうやって刺されると、え、触れる？ライブ見に行ったことがあります、実は。何回かね。うん。兄弟そのぐらいの距離感。でも一緒にスプラトゥーンやりました。でも。でも。全然デモじゃない。兄ちゃんがスプラトゥーン買ってて一緒にやった AKB 劇場でも。そうですね、もうそこで定期公演をやるみたいな感じで。え、まだふわふわ、じゃあ何人かのやってるよね。
そうですね、アイドル活動は、ただ駅前パーティーズさん自体は何だろう、あれコロナじゃない、うーん、やんなくなっちゃったの。そうそうそう、原駅なんかそのパーティーズさんで4グループぐらいあって全部系統が違うんですよ。見に行ってましたね。男も女も寿司パーレー楽しいパーレー、お寿司の歌があるんですよ。よく覚えてるよ。君と寿司パーレー、寿司の歌。上手だった？スプラトゥーンね。そっち。え、スプラトゥーンのことやろ？スプラトゥーンのこと。全然。私も別に上手じゃないんですけど、お兄ちゃん本当にここでダウンロード始めたのよ。なんか買ってたんだけどやってなくて。本当にほやほやみたいな感じだったから。きっとこれから上手くなっていくことでしょう。すごい上から目線だけど、私全然上手くないんだよね。スプラ部に入れよう。お正月わざわざ実家帰って妹にお年玉あげて一緒にゲームまでしたの2分くらい。いやでもね、兄だから愛情の裏返しってやつですよ。嘘つけ。兄とはおたげしてるとこ見たことないけど。でもアイドルとかは多分あんまハマってないというか見ないと思う。何が好きなんだろうね。アニメとかは結構見てるイメージあるけど。でもゲーム好きなんじゃない。でもね、お兄ちゃんも言ってたけどね、やっぱそのスイッチとかも買うけど結構やってないって。今さ、やっぱ結局スマホゲームが一番やりやすい。スイッチとかだとそのお家でゆっくりやるみたいな、移動中とかやらないじゃん。さすがにこうやる人もいると思うけど、あんまり少ないと思うのよ。普段スマホ持ってスマホやりながらとかが多いから、やっぱそのスマホゲームがやりやすいっていう話をしてました。喋ってたんだ。うん、アビタうまく、どっちどっちどっち。うまくなかったなのか、うまくなかったなのか。でもアミタはね、あんまりこの火入れてうまいっていうのはないかもしれない。社会人ゲームやる時間あんまない。でもなんかね、ゲーム以外に好きなことがあるみたいでね、なんか絵とか描くの好きって言ってたから、家ではなんか絵描いてるって言ってた。めっちゃ口紅濃いやん。そんなないけど、何今の。拭いた。あれみたいな。うまかった。え、ほんとに？マジで？私だってランク B だよ。うまい人だとなんか S とかいるらしいけど、 B やで。下から数えた方が早いよ。関根さんが思ってる、だいぶ多分ね、あれだと思う。なんか私結構なんだろう、広報支援型というか、多分そういう武器を多く使ってた気がして。だからあの一緒になんかファンの人と一緒にやったんですよ。なんかその人たちが上手すぎて、私こう後ろからこう投げてるだけでなんか勝てるみたいな。それが結構大きかったかもしれない。もうなんか前線に行って、他の人たちがボコボコ戦っていくんですよ。ええと思いながら、後ろの方でこうあのちゃちゃ
泡を投げるってポコ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 。楽しかったです。アニタとは仲いいの？良くも悪くもないっていうのがあれかな。喧嘩とかはしないですけど。それアニタのおかげだ。喧嘩と向こうが我慢してたからね。それちっちゃい子の話やん。うん、だからだよ。今はもうね、今はっていうか喧嘩はそれ以来してないです。ハローさん、あきおめ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 、ありがとうございます。姫プレイってやつですね。そうかもしれない、うますぎた周りの人が。兄は我慢する。今はそんなことないと信じてますよ、私は。信じよう二人だから愛し合える。俺今日からアニタ推しになるよ。ダメだよ、みんな母ちゃん推しとかアニタ推しとかミンタク推しとか。アニタどこやねんってな。ダメだよ。ボーリングだったら勝てるんじゃない？ボーリング？私ボーリングちっちゃい頃だけやった思い出ある。なんてなんていうの、あのちっちゃい頃に数回だけやった思い出がある。でもガターガターガターって感じだった。最終的にさ、ガター埋めたもん。今やったらめっちゃ上手いかもしれないよ、やっぱ大きくなったしね。夜うるさいの見たら我慢する。アニタ夜うるさいのでも最近ですよ。私成長するにつれって感じ。お兄ちゃんが住んでる時はそんなにうるさくなかったと思う、多分ね。浮気を許さない、許してはならない。何のスポーツなりきる？私水泳以外だと何だろうね。スポーツって何があんだろう。あと何もできないんじゃない、うん、ヒーリーズ。それだけ違うやん。トシバサリナギキスあげちゃう。お支援しません。もうそれはラブだよ、ラブすぎる。10年後は夜もっとうるさくなるんだ。うちをクラブにしますよ、このフロア。まだまだあれやね、子供だからさ、あのなんとかクラブみたいな。まだ子供だからな、ちょっとクラブとか行かないからな。なんとかクラブ、なんか小学校のクラブ活動みたいになっちゃった。卵クラブ、ひよこクラブ、コッコクラブ、うさぎクラブ。うるさいっていびき？いびきはね、あと寝言らしい。いびきより私寝言だって。パッパッパリピー、パッ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 パリピー。我々は侵略のヒーロー、この世界を救うパリピーポー。行ったもん勝ちのショータイム、やったもん勝ちのショータイム。明日のことなんて論外。受け取って受け取って、このテレパシー拒否らないで。集まって集まって、つながる気持ちはいつでもワイヤレス。エリアンゼゼゼゼゼゼゼエリアン、パリピポエリアン、パッパッパリピ、パッ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 パリピ、パッパッパリピ、パリピポエリアン。きっと君もエリアン。今日声出てるね。あ、
すごい声出るじゃん。今日初めて喋ったよ。こんばんは。こんばんは。こそば。昨日より元気。なんかさ、なんだろう。コップンか、サワデか、自習自習ごめん。お家にあみちゃん欲しい。本当に？お邪魔していいんですか？こんばんは。こんばんは。English? OK OK。壊すなよ。あ？これ違うよ。これ開けて中に。やめる。あの腹とか入れるんでしょ？最近の人は。腹入れるの？わかんない。なんかこうさ丸いペンライトとかあるやん。なんかああいうのに花入れて可愛くすんだって。私はタイ人です。え、本当に？ほんまでっか？サワでか？ほんまでっか？ワクワクですか？ Yes 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 I fun fun fun。 自己紹介しよう。 I heartファンファンファン、アップアップガールさんに会いたいです。おお、センキューセンキュー。あ、イエーイ。2月2日ジャパンエキスポタイランド、 I am going タイ、イエーイ。トムヤムくん、ラブラブラブ、イエーイ。勉強したタイ語、何勉強したっけな。元気ですかって何で言うんだっけ。マイマイカーマイカーマイカーあ、なんだっけ。マイペンライマイペンライサパイディマイ。中連アミタカ、トムヤムくんです。トムヤムくん、ラブ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 。チャンチューニクラアミ、中連アミタカ。なんでそう喋り方でしょ。パクチーは好きか？好きだ。イエイイエイイエイ。おう、タイ語勉強。おう、勉強勉強。スタディスタディンタイ語。これ伝わってんの？わかんない。アミちゃん。この人が日本人、日本語わかるんじゃなくて。アミちゃん、ソロ。よろしく、あー、よろしく。 Thank you, meet me too. Nice to meet you. Nice to meet you too. 嬉しいね、タイ行くの楽しみになってきた。もう一個じゃあタイ語やろう。タイ語、一個だけタイ語を覚える。アミちゃんは明るいな、イエーイ。ハッピーハッピーハッピーオーラ、for you、 私からハッピーを届けたい。すごくない？ね、日本語よ。
Indeed do I. おめでとうございます。もうちょっと使えるの覚えます。Indeed do I. おめでとうございます。アミちゃんなら。かわいい。くわい。かわいい。くわい。待って、母ちゃん胎児になってる。母ちゃんジャパニーズ。くわいか。マザージャパン。見て、かわいい。ありがとうございます。で、なんだっけ、私さっき。あ、インディドゥアイ。あけまして。インディドゥアイ。おめでとうございます。あ、これは？これは？ペンヤンガイバーン。ねえ、そしゃべりのやつだ。ペンヤンガイバーン。ノー！きれい、きれい。おー！なるほどね。すわい、きれい。な、ならく、かわいい。おぉ！そういうことだ。すわいが、きれいって意味で、ならく、かわいいって意味なんやって。すごい！あと100回ぐらいやったら覚えられそう。あみちゃんは、太鼓、天才です。おぉ！あなたのおかげです。あなたのおかげ、あなたのおかげ is 太鼓、あなたのおかげ。プロカンツイクカクン、プロカツイズカット。難しかった。コップくん、コップくんか、かこ、こう、こう、こうごし。違うね。あみちゃんはガリ弁。イエーイ。コップくんか。カトゥーン？ノーノーノー。ノートガリベン。そんなわけ。勉強や。ノーノーノね。えでも太鼓は書くのも難しそうだからね。書くの難しそうね。喋るのあれしても読むのとか大変そう。でもタイ楽しみやね。タイ No No 勉強。No No No Up Up Girls さん、チェキツーショットは1000円ですか？ Oh, oh my god! あ、新規無料。あんの？わかんない。通常価格3000円。
でも New people No money の時もあります。通常感覚オーマイガーあ、ファーストタイム、ファーストタイム、イエイイエイイエイ、ファーストタイム、ノーマネー、フリ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 ー、ノーマネーそんな感じですね。真実をむき出しさらすなら君を救えるのは君だけで、踊るアホにならなくちゃ人生が始まらない。やいや今日はどん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 日本ヘッド将来どんどんもっとめでたくね、キョラドンドンドンとチリヌルを千脚万来 whatever you choose。 フリー？本当？初めてですね。 Oh wow！ 優しいな。 Oh oh oh！ Yeah yeah yeah！ 通じてるのかな、通じてるかわかんないけど、なんか届いてそうでよかったです。そうだね、でもあっという間にもうさ1月だからさ、あと1ヶ月後にはタイだもんね。お勉強しなきゃ、私の苦手なお勉強。めちゃくちゃ日本語うまいな、めちゃくちゃ日本語うまいな、そのあたりの説明のタイ語もスタッフさん覚えとかないといけないのか。女の人は語尾にかってつけるんだって。あと1ヶ月後にはタイ人か、タイは暑いのかな、どうなんだろうね。でもなんか暑いのかな、半袖で大丈夫だったりする。この前タイに行ったニーナちゃんになんか聞いた気がするんだけどな、気候について忘れちゃった。アミちゃんはビデオゲーム好きですか。なんだビデオゲームって。ゲームはライクライクライク。でもさ英語はさもうちょっとでできそうな気がするのよなんかさ尻尾はつかめてる気がするの。どう、あと一歩でいけそうじゃない。イングリッシュ、イングリッシュスタディイングリッシュ。謎の自信、 What 自信、どの尻尾、Where 尻尾、ものすごい地震、 Many many 地震なんかわかる、このなんかちょっと尻尾だけつかめてる感じしない。アミちゃんホームは寒いです。エアコンついてるから Now not cold。 韓国語はケンちゃんなよユップだー。あとなんかあったっけ。でも韓国語と日本語のさ発音ってたまに似てるのあるんだよね。大事なのはハートだからね。ハート、ハート。寒そうな格好、コールド、コールドコーディネート。
外気温で説明した方が。外気温じゃない。ノット日本語。ノー日本語。あみちゃんは K-POP ファン？少ししか知らない。全部日本語。通訳いると思うから。でもさ、なんかちょっと頼ってばっかりじゃ申し訳ないやん。せめて英語だけでもできればさ、ちょっとは幅広がりそうじゃん。どう ？What's？ あんた日本語もそんなことないよ。でもそのやっぱその世界のさ言語のさ難しいランキングみたいなやつでさ、日本語って難しいっていうのを聞いたことがあるって考えるとさ、結構その私はまず日本語からその習えて、個人的にはあの合ってたのかもしれない日本が。例えばさ英語から始めてたとしてさ、日本語を覚えるってなったらさ、分かんない、私は日本人だから日本語が分かんないけど、日本語のあのなんていうの、ちょっと覚えるのの難しさが分かんないけど、その他の人からしたらそうっていうのを聞いてると、なんかあえて最初に習ったのが日本語で良かったのかもしれない、個人的にはね。ニキも世界を目指す、ワールド、ワールド、ゴー。いや、いけるで。ニキワールド目指すでしょ。目、アイ、アイ、刺す、アイ、トップ、私は昼、暑いです。 Now Japanese 夜、Night Good night Good night baby。 漢字とカタカナとひらがなが混ざってるかな。あ、そうなんだ、それが難しいのね。分解した？ワールドスタンダードニキちゃん。英語大丈夫ですか？イエイイエイイエイ。眠いですね。わかります。I sleep, sleep, sleep. パスポート OK, OK. ゴールデンタイムアミちゃん、not techie。なんかこうやって喋ったらそのうち英語とかスラスラになりそうだよね。なんないね。眠くない？絶対眠くない？眠くない？ Not 眠くない？ No No No。 自分の気持ち分かるのは自分だけ。おやすみ、またね、タイ、またね、引退、あ、引退、イエーイ、In Japan! Thank you, thank you! Next! Conan's Hint! 違うなんだ。また会いましょう。あ、Nice to meet you! じゃない ?Nice to meet you! 今合ってるよね。違うな。Next! See you! あ、See you next time!私名前はワンさん。 Thank you ワンさん、また会えるのを楽しみにしてます。私はタイジェフタロペーパーです。イエーイ。ネクストコナンズヒントは翌週まで覚えてられ。確かにね。ジャパニーズあるある、ネクストコナンズヒント来週まで覚えてられるの？ Not。
ねえ、ああ私の恋は南の風に乗って走るわ。こうやってやったらさ、こうちわ買ってくれた人いるのかな。いた。こうやってやったらさ人になれるよねって思ったの。阿弥陀代理。こう私がさ今中身いなくてもさ、なんか適当なものに刺してさ、こうやって置いとけばさ阿弥陀代理になれるの。なんかちょっとうん、2期ってうちは初ではないね。なんか前にさこんぐらいのうちは出てた気がする。ちっちゃいうちはうちらに飾りうちらうちらに飾りつけちゃったねっつってうちらに飾りつけてた人って、え、そうなの。しかもこのうちはさ昨日売ったばっかなのにさ、昨日の会場までの時間で飾りつけてる人いてさ、すごいって思った。すごいめっちゃキラキラしてるうちわ、あれなんだろうと思ったら、あれ今日発売されたうちわやないかい。マジですげえな。嬉しいです。ファニーガール。ファニーガール、え、 I am ファニーガール。わーファンタスティック。面白いって私あんま言われないんだよね。よかった、クレイジーじゃなくてクレイジーガールじゃなくて。笑顔めっちゃ可愛い。わーおなんだっけ可愛いなんか綴り的にはケミオさんみたいな、なんかケミオみたいな釣りだったと思うんだけど。なんでケミオみたいな、ケミオなんとかケミケミケミオだ。奈良か、奈良か、奈良か。奈良か。サイコパスカル、ノー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 、クレイジー、ノー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 、誰のこと言ってるのかなって。キュート、エクボかわいい。本当にそんなこと言われたらもうなんかこういう眉毛描くやつとかでエクボゴリゴリ描いとこうかなこれこれなんか影がつくんですよ、これ眉毛描くやつなんだけどめっちゃ影がつくのよ、これでゴリゴリ描いてこっちこっちにしかないけど、こっちにももうゴリゴリゴリ。イエーイ。描くもんではない。そうこれ眉毛描くやつなんだけど、私眉毛描かないからさ、いろいろ描けるんだよねこれ。先祖代々受け継がれる宝があるぜ。これはニコちゃんマーク。お寿司やラーメン、これニコちゃんマークだけどさ横にしたらニクラの2になるねお茶は格別さ、五穀豊穣、代々にあぐめかわって、令和の世でも心のは意味があるからさ、泣かない泣かない泣かないぜ、吐かない吐かない吐かないぜ、楽しいこの時間はつかの間。ほらニークラになった。
世代はみんな違えど仲良くなれる。シャシャボン玉ちげえな。シャベルトクレイジー。ノー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 。 I am ニクラ。 My name is ニクちゃんだよ。恋の落とし穴。書くもんではない。ふん。あ、やば。むき出しになってる裏側が。こうだ。チャンチュニクラアミカチュレンアミタカ。ビタミン D、 ビタミン D。 ドリンクマイインチですか。オロラミン C、ビタミン D、 オラミン C。 エブリバディ、ノーノーノー、エブリーエブリー、オラミン C、 おいしい。イエイエイエイ。タイには何を持ってく、あえて何も持ってかないで行ってみようと思う。やっぱ荷物多くあるとさ大変だからさ。ウィン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 。あー危ない。ただものではない。ニクラアミイ。オラミン D に、ビタミン D にオラミン C で返すな。そしてアミタの血液型は B。なんてったってアミタの A。A B C D E F G H I J K。L N M O P Q R S T U V W X Y N G。 Happy Happy I'm Happy I can sing my ABC。 Woo。 No, 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 no. I'm happy. I'm happy. Happy, happy. I'm happy. No, 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 no. No, no, I'm happy. Not, 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 not. No, 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 no. Happy, happy. Everybody happy. Every happy. Tuesday happy. Yay.やばい、もう1時間半経ってるって。タイムイズビューティフルだね。これはタイ語かける、かけない。ん、2時間半え、嘘やん、マジで言ってる。え、何時から始めたの、わかんない。8時から始めた。え、どうすんの。何をどうすんの。失ってきた時間を戻らないんだよ。え、マジで言ってる。みんなこの配信に2時間半も付き合ってくれたってこと。え、昨日の公演より長い。え、ご飯食べて食べて食べて、 めっちゃ食べて。なんならねえ、ご飯食べて戻ってきてもまだ多分配信やってるみたいな感じだもんね。
全部全部君のせいだよ。この世界はまるで地獄だね。そうなの。モニタリング終わってるし。モニタリング終わってんだけど。そんなに見たかったのモニタリング。別に。本当に言ってる？マジで？びっくりドンキーなんだけど。ショック受けた。いやそんなことない。いやでも時間は有限なんだなって思う。本当に。そうなんだ。まあいいや。いいんだ。まさるさん、あけおめありがとうございます。あけおめ、あけおめ、あけおめ、あけおめ。あけおめ。あいさま、あけおめありがとうございます。飽きたよ、飽きちゃったよ。まあね、いいんですよ。朝早いの明日？うん、全然明日夕方ぐらい。めっちゃ暇、すっごい暇。きょちゃん、あけおめありがとうございます。あけおめ。まあでもいいや。だってあと1時間半したら明日来るやん。明日来るって何が起こるかっていうと、残り1日の残りの時間が24時間になるよ。だつまり何が言いたいかっていうと、ここまで来たら、まあ、明日まで割り切ってのんびり過ごした方がいいこと起きるよねってこと。今だったらもう1時間半しかないってめっちゃ焦るやん。でも違うの、みんな明日は来るよ。明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるでしょ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 。わー、え、ループしてないよ、してないよ、ループしてない、電波悪くないって。お母さん、あけおめありがとうございます。ありがとう、あけおめ、あけおめありがとう。全然ループしてないよ。これが通常運行です。かくもちありがとう。もち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 。ちゃんと待って、ループしてないって。ループしてないってわねえ。昨日の疲れはないの？やっと元気になってきたんじゃない？でも別に疲れてはないんだよね。体が動かないだけで。そういうの疲れ。らしいです。キュちゃん、今日もありがとうございます。わかんない、これを疲れと言うのならば疲れてるのであろう。なんていうの、なんかさ、疲れるってレベルが違うじゃん。なんか心から疲れるとかさ、
あの体から疲れるのかさ、どっちも疲れてるやん。やっぱ化け、あ、昨日さ夜1時だか2時くらいにさ、あの床で寝転がってたらさ、寝転がってその今日体いっぱい動かしたし伸びしようと思って伸びた瞬間足つってさ、夜中に足つった。え、母ちゃんどうすればいい、え、何もしなくていいよ、痛い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 。もうあれかと思った、もう肉戻ってこないかと思った。なんか足つってさ、なんかこう足の肉が変になったんですよ、ギュンって。もうあ、やばい、もうお肉戻ってこない。このまま避けると思ったけど全然無事でした。グッバイに行く、そう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 。びっくりしましたね、本当に。私なかなか足つらないんですよ。珍しかったね。そう。つった時の直し方、私はねめったにつらないけど、つった時は何もしないようにして、なんかさ、つった時にスポーツしてる人だとよくさ伸ばすやん。伸ばしてあげようかと思った。いやでも、もういや、いらないいらないいらないです。なんか自然感知するんですよ私。何にもしない、本当に。足首をグッと、でもなんかさ押したらそのままなんか足首爆発しそうなのさ。なんかそんな釣ったことないからさ、これこのまま伸ばしたら絶対爆発すると思って、いやしない、何もしない、何もしない、何もしないっつって。そうそう。腹筋釣るとマジで、腹筋釣ることあるの？そうなの？腹筋釣ったことないの？全然無事でした。足なら体重、え、それが分かんないの。なんかさ、私がさ前にサッカー見てた時にこうやって寝っ転がってさ、足伸ばしてこうやってやられてる人いたの。え、どういう心境と思って。痛いのに。そう、え、だい、そんな動かして大丈夫なの。腹筋は息ができない。それはやだね。背筋も息できない。みんななんでそんなあれなの？どこで釣るんだろう。あの運動とかかな。私あんま運動しないからさ釣らないけど、運動系かなやっぱり。背中釣ったら本当に、背中も釣ったことないな。死んだと思うよ。うっ、って刺されたかと思った。くしゃみした時に。どうやって生き返ったの？え、だから釣ってたから、うん、耐えたよね。あ、すごいよね、なんか人体って。筋肉痛はない。動かない人の方がつると思う。どうなんだろうね。でも昨日は本当に危なかったです。面白かったけど、治った後もだってちょっと歩き方私おかしかったもん。ヨボヨボしてた。でも治った。私大体そうなんだよね。寝れば治る。そう、なんかちょっともしかしてやばいかもって思った日も寝たら治ってるから、そうであると信じてる。なんでもとりあえず寝よう。寝ましたね昨日は。そろそろ順位読むか。このままだって喋ってたら3時間になっちゃうよ。3時間で終われば。あと20分。3時間だよ。だってみんなからしたってさ貴重な夜の時間なのにさ。3時間やで、3時間やで。どういうこと？このまま明日を迎えるのかと思った。誰もが朝を迎え、希望を胸に目覚める。あなたや僕はどうだ。
左胸がリズムを刻んでる。 Oh yeah、 僕らは生きてるんだから、今を生きてるんだから、二度とない今日を歌え、明日笑えるように、僕らは生きてるんだから、人を愛せるんだから、涙を流せるんだから、ここが今青春だ。なんでちょっと悪そうなって。ペンライト、黒猫娘さん、ブルスミさん、ありがとうございます。ペンライト、そう、私カッコつけるの好き。あの新曲のラップの部分でさ、ゴーダンスってとこあるんだけどさ、あそこいつかめちゃくちゃカッコつけてドヤ顔でやりたいの。普通はなんだっけ、今やったらやりにくくなる。限定必須入らん、インスタ映えしてゴーダンスぐらいなの。でも違う。今日から明日になっても構わずこうして踊りましょう。限定品数入らんらん、インスタ映えしてゴーダンス。え、さ、下がるんだ。そっち。いつもはだってゴーダンスやるから違う。そうじゃない。インスタ映えしてゴーダンス。ちょっとあの吐息混じりの。大丈夫ってなるよね。あのショータイムぐらいの気持ちですね。確かに、でもこういうの話すのあんま良くないよね。私さ、絶対もうやりにくい。ビールにトゥギャザーでさ、なんかフォーメーションですごいいい見せ所なんですよ。横位置からこう縦にガーって移動するめっちゃかっこいいとこがあるんですよ。私そこで毎回カジーさんのリコーダーってだいたい下手右の、まあ、一番ぐらいに置いてあったりするんですけど、そのここに置いてあって、こう縦にこうなるから、会場の大きさによって結構その縦十字がギリギリになると、このリコーダーをこう毎回踏みそうなんですよ。この通り道あるから、広い会場だったらこうなるけど、あのぴったりの会場だとこうめっちゃ踏みそうになるのをっていう話をしてから、ビールオンリー毎回こう、あ、やべ、リコだくる、リコだくる、リコだくる。めっちゃかっこいいとこなのに、あ、リコだ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 、あぶねー。そう、今度話しちゃうと結構ね、後からあのライブで思い出してニヤニヤしちゃうことなんですよね。歌上手です。ほー、それまさにライフイズビューティフルってことやね。生誕ライブ夜11時からスタートして朝4時ぐらいまでハイテンションでやる。長くない？長いよ。ライブだって、単独ライブだって3時間もやらんで。異常なぐらい話してしまっているが、森永さんからの声、いや、森永さんあと緊張しますよ。あれプレッシャーだよね。うん、なんかこの曲ラップもう一箇所あるんですけど、そこも全部森永さんがやってるんですよ。だからなんかちょっと迷い込んだやつみたいな、ならないように頑張ろうと思ってドキドキしながらやってます。ドキ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 、君の相場がズキュンドキュン、忘れ出せ、ドキュンバキュンかけてゆくよ、こんなレースは初めて。さらに It's fine。 次二十歳ですもん、私が。そうだよ、確かにね。マルタ明けおめでありがとうございます。どこのプロレス、プロレスに興味ある、ないわけじゃないと思うですけど、思うですけど。そう、なんか今度プロレスを語る会に呼んでいただいたんですよ、私が。なんでだろうね、わかんない、ね、壊さないで。あの興味がないわけじゃないんですけど、でもちーこちゃんってもともとその好きで結構見に行ってるってことを言ったりしてたんですよ。でそのアップが各プロレスさんのメンバーさんがいるのもわかるじゃないですか。
そこに私がなぜキャスティングされたかしていただいたかっていうとまだちょっと分かってない。完全に謎に多分ねみんな思ってたけどねみんな思ってたと思う。分かんないよ当日すごいびっくりするぐらいあんた語ってんかもしれない。そうだよ。まあでもあのお仕事があるっていうのは非常にありがたいことなので、私は皆さんのちょっとお話を聞きながら楽しんでいきたいと思います。うるさいそれ。ほう、光が倍ぐらいになった。すごい寝不足の人みたいじゃない。ここが今プロレスさんのオーディションやってるよ。スカウトってことですか。もしかしてだけど、兼任やるかも。アミタ技作んないとじゃん。そしたらあんた無理でしょ。サイコパスプレッシャープレッシャーしかかけるのよ。弱っ。あの真顔で詰めてくの。別に何も言わない、あの全然何も言わないし技もかけない。ズン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 。ずん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 。サイコパスプレッシャー、精神攻撃。ハートだけは強い自信がありますからね。何真顔で詰めてって一発殴られて帰ってくる。そろそろ順読む？私3時間は配信しないって決めてるんだ。まだ引き返せるで。私はねそろそろ読むべきだと思う。よし読もう。意を決して。レイランドさん、タラヤンさん、キロムさん、ロメンさん、ナマさん、ユキカズさん、溝口哲夫さん、アールさん、マヤさん、ブルースリーさん、ありがとうございます。そして3位がトルルルンマルルタン、ありがとうございます。マルタン、ありがとうございます。さタケタさん、ソプリさん。2位がタルルルン、キョンちゃん、ありがとうございます。ささたさまつらいしがりさむすくてくさむすくまちゃんすてきりさむつぶりゃあるすくにみせむねてるる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 センキュー。ステイ1位がタルルルン、みーちゃん、ありがとうございます。さばちびき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 びここまで見てくださって本当にありがとうございました。嘘でしょ。告知しますか。告知。7日と8日はまあ何かしらありますよ。ねえ告知。あれなんか出てたっけ。まあ決まってるところで言いますと
さっき言ってたそのトークイベントがいろいろあるのでございますが、16、17、18で、下北沢にトークイベントがあります。16はアッパップガールズのトーク、17日はあ、違うわ、ちょっと待ってね、電波悪い電波悪い電波悪い電波パッ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 パ、電波悪い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 辛いよ、なんとかしてる、どうしてなのか、なんとかかんとかわからない、なんとかかんとか、なんとかかんとか、なんとかかんとかわからない、なんとか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 、じゃ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 、愛されたいね、きっと見過ごせない、いいのにかな、もう一度なんだ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 、むしけむしけむしけ、つらいよ、ごめんちょっと出てこなかったでも16、17、18下北沢にてイベントありますが、私は17日、18日どっちもね出演させていただきます。アップアップガールズに関してのいろんなトークが聞けるチャンスだと思うので、そしてきっと多分あの今までのあれで言いますとツイキャスの配信があったりしたので、まあ、今回もあるということを願ってぜひお待ちしております。更新して3時間やる？ううん、私は常に記録更新中してるから更新しなくて大丈夫ですですね。あとは2月にはタイに行くことが決まっております。他にも3月からはツアー始まりますよっていうのと、あと2月はあれですね、22日にはイビバ発売などあります、あります。あとこれはあれですね、これとあれしか言わんやんってな、明日フォーユー、嘘つきました、土曜日、明後日フォーユーテレビ電話特典会とかもありますので、サコフェスも出演させていただきます。なんだかんだいろいろありますね、ぜひお待ちしておりますということで、終わりましょう、この私とあなたの長い歴史の戦いに終止符を打つ時が来ました。はい、やめないで、それでも歩く踊る、やめないんだよ。これは新曲のちなっちゃんさん、どん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 、全部自分で決めれたら、アジサイよりも美しく咲けるのさ、キュラどん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 ハリホヘッド、将来どんどんもっとめでたくね、やめます、ありがとうございました。ということで皆様、今日もこんな配信に3時間という長時間長々とお付き合いいただきありがとうございました。そうですね、まだまだ2023年長く続きますが、ぜひ明日も良い一日を送れるようにと祈っておりますので、一緒に頑張っていきましょう。それでは本日も配信ありがとうございました。皆さんの夜の時間をいただきまして非常にありがとうございます。あとは寝るだけです。ということで、じゃあ最後はみんなで一致団結、私が自分をと言ったら皆さん信じてでよろしくお願いします。それでは皆さん、自分を信じて
気にせずに Going my way to the sky ファンキーじゃん Layla意味を忘れることに歩き続けること自分であることファンシーで平和空の模様なんて気にせずに自分の絵を描くじゃん。クワタさんこんばんはありがとうございます。しずでありがとうございました。おやすみなさい。